皆さんこんにちは。本郷消防署の飯沼です。私たち消防士は救急や災害が起きたとき迅速に動けるよう日頃から訓練やトレーニングを行ったりすぐに動けるよう工夫をして仕事をしています。今回の暮らしのセーフティーはそんな私たち本郷消防署の一日をご紹介したいと思います。本郷消防署は明治14年消防分署として設置された6カ所のうちの一つで東京大学理工学部の敷地に開設されました。その後現在の敷地に移転をし昨年には開所140周年を迎えました。署員の一日は大交代と呼ばれる交代から始まります。昨日泊まった非番の部が今日泊まる当番の部に昨日の災害や救急件数など申し送りをして交代します。大交代が終わると一時点検を行います。車両の透過点検、自分が使う資機材を車両内にセッティングし指令がかかったらすぐ出場できるよう最低限の点検をします。点検が終わったら一度集合して今日の予定を全員で確認します。それから一日の始まりとしてみんなで体操を元気よくやります。次は出場演習です。これは実際に指令がかかって出場するまでの一連の流れを行う訓練です。その後さらに細かく時間がかかるものを点検する二次点検に入ります。一次点検でできなかった資機材の点検をします。特にはしご車は実際にはしごを伸ばして点検します。点検や準備は迅速に動くために本当に重要なことです。了解。メリット5ついて本号一緒隊2枚どうぞ。消防署では毎日しっかりとチェックを行っています。ここまでは消防士の仕事といったイメージのある仕事を見てきましたが実は消防署にはデスクワークの職員もいるんです。早速入ってみましょう。消防署には総務課、警防課、予防課があります。総務課は庶務や経理など職員が仕事をするためのサポート的な業務をしています。警防課は災害や救急に関することや防災訓練の指導等を行っています。予防課は火災が起こらないようにするための業務を行っています。具体的に建物についている消防用設備の検査や法令違反があるか取り締まる立ち入り検査、企業向けの消防訓練指導などです。こんにちは。こんにちは。先生、今何のお仕事をされているんですか？今は届け出の審査業務をしております。デスク業務ですか？デスクと実際に検査行ったりする半々ぐらいですね。パソコン結構使う仕事ですか？そうですね、受付の際だとかシステムを使うときには使ったりしますね。でも結構この届け出で、図面を見たりっていうのも多くてですね、そっちの時間も多かったりしますね。じゃあ消防の仕事を出しながら書類書くみたいな。そうですね、実際に、消防活動をイメージしながら、図面とか審査したりしてます。ちなみに消防士のお仕事と、イメージ通りっていう形ですか？いや、違いますね。実際に入るまでこんなお仕事があるっていうことを知らなかったので入ってから気づいたという形になります。
どうやら災害出場の指令が出たようです。早速向かってみましょう。自動中隊は毒ガスや危険性のある液体に関する災害に出動します。目に見えない毒撃物に対応するため、しっかりと防護衣を着てから出場します。赤いモコモコとした防護衣は陽圧式防護衣といって、毒ガスが体に触れないよう防護衣を風船のように空気で膨らませています。班長 OK、 指示を再 OK、 了解。風にあっては南の風8メーター、よし。そしてアプローチともに南、了解。化学機動中隊ではこの陽圧式防護衣と毒撃物防護衣はあまり見ない服装をして災害に出場します。さて、こちらは食堂になります。お昼の休憩などはこちらで取りますが、ここで電子レンジの使い方について注意事項をお伝えします。本郷消防署の直近で火災が発生し、出場の要請が入りました。署員が一斉に走り出します。署の直近で火災が発生すると救助指定中隊といって、現場にいち早く到着し、人命救助を最優先とした活動を行います。そのため一秒でも早く現場へと向かい、活動することが求められます。また雨警察署に向かい、このスピードが命です。止まってお待ちください、止まってお待ちください、右に曲がります。ご協力ありがとうございます。いつもの訓練が実を結び、すぐに出場することができました。今回は大きな被害もなく、早く引き上げることができました。はい、気をつけ、じゃあ迅速な終了でよかったと思います。お疲れ様でした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 。ありがとうございます。ああ、そうですね、火災が入って、まあ、あんな感じで出場していく形になります。前でもびっくりしたんですけど、あ、まあ、やっぱ訓練してるのなんで。まあ、そうです、まあ、一応火災ではあったんですけど、まあ、そんなに大きな火災ではなかったので、今、1体残して、今引き上げて感動しました。ありがとうございます。やりがいがあります。皆さんいかがでしたか。今回は消防署の1日の前半を紹介しました。消防や救急の知りたい情報を、いつでもどこでも手軽に見られる安心安全の情報ツールです。心肺蘇生の正しいやり方が動画で見られたり、消防署のイベントを知れたり、クイズやパズル、スタンプラリーなどもあります。ダウンロードしてない人はぜひダウンロードしてみてください。続きは後編で